定期メディカルチェック待ちの SCP-976JP。 アイテム番号 SCP-976JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-976JP は生物サイト8102の小型生物用収容室に収容されています。収容室の四隅には缶と計数機が一つずつ設置されており、収容室内の空間中のヒューム1濃度及び SCP-976JP の内部ヒュームを自動的にモニタリングしています。いずれかの缶と計数機がヒュームの著しい不均衡を検知した場合、即座に無臭性の鎮静ガスが噴出され SCP-976JP を無力化します。蒸気以外の基本的な取り扱いは標準的小型猫科生物取り扱いマニュアルに従ってください。SCP-976JP を発生によって呼び寄せる必要が生じた場合は、より効率的な取り扱いを行うために、アナ、という単語を使用することが許可されています。同じ職員が1週間以上連続して飼育を担当することは推奨されません。飼育担当の連続勤務は最長でも1週間まで、なおかつ前回の勤務から1ヶ月以上のインターバルを挟んで担当するようにしてください。説明、SCP-976JP はヒューム変動能力を有するメスの家猫、学名フェリシルブストリスカチュス、です。年齢は1歳から2歳であると推定されています。SCP-976JP のいずれかの感覚器で知覚可能な領域内のヒューム濃度は、常に SCP-976JP の内部ヒュームと同じ値に保たれます。SCP-976JP がヒュームを変動させるメカニズムは不明ですが、ヒューム濃度の固定に伴う各種の空間パラメータの変動は、スクラントン現実病を用いて同じ値のヒューム濃度に固定した場合と一致します。固定されたヒューム濃度を人為的に低下させる試みは現在のところ成功していません。SCP-976JP は特定の条件が満たされた場合に自身の内部ヒュームを変動させる性質があり、それに伴って固定されるヒューム濃度の根も変動します。最も多く確認されているケースは、ヒューム濃度固定領域内にその時点での固定数値を上回る内部ヒュームを持つ実体が侵入した場合です。この時、SCP-976JP は直ちに自身の内部ヒュームを対象の内部ヒュームよりもわずかに高い根に変動させます。正確な変動上限は不明ですが、実験では、HM までの上昇が確認されました。この性質のため、ほとんどすべての現実改変者は SCP-976JP の周囲で能力を行使することができなくなると推測されます。また極めて希少なケースですが、SCP-976JP が非常に強いストレス下で極度の興奮状態に陥った場合、蒸気の固定的な変動とは大きく異なる現象が発生します。この時 SCP-976JP の内部ヒューム濃度分布に著しい乱れが生じ、0、HM から、HM まで無秩序に入り混じった、マーブル状と形容されるような様相を呈します。この乱れはすぐさま周囲へ適用され、空間中に極度の高ヒュームポイントと極度の低ヒュームポイントが隣接して密集した状態になり、ある種の現実断層と呼ぶべき現象が無数に発生すると見られています。この現象は世界オカルト連合の排撃班1個分隊が収容前の SCP-976JP と接触した際に一度だけ発生が確認され、これによって分隊構成員13名全員が死亡しました。回収されたヒューム表示機能付き映像記録装置の解析と事後の現場検証の結果、分隊構成員はいずれも超常的な原因で死亡したことが確認されました。死亡者数、死因、3名互いの肉体の部位が無作為に入れ替わり、急性拒絶反応で死亡。1名心臓嘔吐、2名 SCP-976JP への走射直後、ランダムに空間転移したライフル弾に被弾。1名肉体が裏返る、財団エージェント到着時点では生存。2名正中線に沿って壁に埋め込まれ、治癒不全で死亡。1名頭部が天井と結合した後、頸部がちぎれ胴体のみ落下。1名横隔膜よりも下が床と結合、財団エージェント到達時点では生存。1名四肢の末端からほぐされるように分解。1名肉体の 60% が無縮以上に消滅。現実改変者とのクロステスト及び他のオブジェクトの収容への利用に関しては、
各部署からこれまでに合計、回の提案がなされていますが、現時点では個体喪失の懸念及び自己防衛のための現実断層の発生の恐れから、すべて却下及び保有とされています。ホイ1、第1回目の研究班ミーティングにおいて、SCP-976JP のオブジェクトクラスをユークリッドから政府に変更することが提案されました。理由としては、現在の特別収容プロトコルに基づいた収容が容易かつ確実的であると考えられることに加え、現実断層の発生条件が極めて特殊であり脅威度が低いと判断されることが挙げられています。ミーティング出席者の反対多数で正式な変更申請は見送られましたが、反対者の3分の1は将来的な変更が十分あり得るとの意見を表明しています。アナが、もとい、SCP-976JP が現実断層を発生させることはおそらくあり得ないだろう。発生のファクターとなる実態はもう存在しないのだし、特別収容プロトコルが遵守されている限りは代わりになるものが見つかるとは到底思えないからな。研究主任、博士。SCP-976JP が収容されたのは、GOC が KTE、グリーン、ホワイト、ブレッド、と呼称していた。幼稚遊戯団体、編集済み、の関係者と目される財団に収容の現実改変者の隠れ家、隠れ家です。KTE、グリーン、ホワイト、ブレッド、ハミン肝心と GOC エージェントを合わせて、名以上を殺害あるいは消滅させたことで GOC の現実改変者粛清作戦の対象となり、年間の潜伏の末に頭部を狙撃銃で撃ち抜かれて収容させられました。狙撃成功後、排撃班の制圧分隊が隠れ家、隠れ家に突入して幼稚遊戯団体に関する証拠物品の回収を試みましたが、現地で遭遇した SCP-976JP が発生させた現実断層によって全滅しました。その後、協定により後方待機していた財団の調査チームが KTE、グリーン、ホワイト、ブレッドの隠れ家、隠れ家に踏み込み、SCP-976JP と一冊の日記帳を回収しました。この日記帳は KTE、グリーン、ホワイト、ブレッドの私有物と見られ、粛清作戦前日までのおよそ400日分の出来事が記述されています。34ページ目下段。近頃、壊し宿も来なくなって張り合いがない、と、子に相談してみたら、のやつ、妙な提案をしてきやがった。猫を飼えだって、気まぐれで退屈しないからだと言っていたが、疑わしいものだ。俺たちの思い通りにならないものなんてない。俺たちはそういうものだ。言うことを聞かない動物だって反射的に念じてしまったらそれまでだ。退屈しのぎにもなりはしない。のやつ、閉じ込め屋と壊し屋に追われすぎてついにおかしくなったんじゃないだろうか。35ページ目上段。前半は無関係な内容のため省略。ふと浮かんだアイディア。俺の力で、言うことを聞かせられない生き物を作ってみるのはどうだろう。全能のパラドックスの実演だ。全知全能の神は自分でも持ち上げられない石を作れるか。急に興味が湧いてきた。明日にでも試してみよう。35ページ目下段。結論から書くと、狙い以上のものができた。言うことを聞かせられないなんてレベルじゃない。あいつが近くにいるだけで力を使うことすらできなくなるくらいだ。俺の力は思っていたよりもずっと強力だったみたいだが、正直言ってあまりにも不便だ。力が使えないと日常生活にも困ってしまう。こんなことになるなら処分方法を考えてからにするべきだった。捨てるか殺すか保健所か。どれが一番閉じ込め屋に気づかれにくいのだろう。奴らは手下をそこら中に送り込んでいるはずだから、保健所に持ち込んだら足がついてしまうかもしれない。疫病神目。36ページ目上段。前半は無関係な内容のため省略。それにしても、目、他人事だと思って好き勝手言いやがって、何が責任持って世話をしろだ。だがまあ、殺すと何が起こるかわからないからやめておけ、というアドバイスは納得だ。殺してただの死体になってくれたらいいが、そうでなかったらもっと面倒なことになるかもしれない。下手に捨てたら閉じ込め屋に目をつけられるかもしれないから、しばらく若い続けて様子を見るしかなさそうだ。37ページ目上段。あいつもようやく俺に慣れてきたらしい。気がついたら足にすり寄ってきている。かと思ったら、しばらく触っただけで隣の部屋に行ってしまう。
本当に気まぐれで自分勝手なやつだ。後半は無関係な内容のため省略。38ページメゲダン。あいつがずっと膝の上に乗っている。これを書いている今もずっとだ。最近冷えてきたから俺の体温でぬくまっているんだろうか。下ろしても下ろしても戻ってくるから、溶けるのはもう諦めた。そういえば、今年は暖房が必要かもしれない。いつもは力を使って寒さを防いでいたが、今年はこいつがいるからそれができない。寒いのは嫌いだし、投資されるのは迷惑だ。明日にでも調達しよう。40ページ目下段。大事なことを忘れていた。あいつに名前をつけていなかった。なんて名前をつけようか悩んだが、アナ、と呼ぶことにした。A、N、N、A でアナ。パッと思いついた名前だがあいつにぴったりだ。45ページ目上段。ガーナの処分方法を考えてきた？普通の猫として他の誰かに譲ってしまえばいいというのだ。言われてみれば簡単な話だ。よく会う知り合いは大体みんなよく思っているので、アナを押し付けようという発想が浮かばなかったんだろう。赤の他人に譲ってしまえば済む話なのに。だけど、アナを他人にやるつもりは今のところない。外に出たがらないからおとなしいものだし、暇な時に毛並みをいらってやるのは意外と楽しい。何より退屈しないのがいい。飽きるまではこのままでいいだろう。ページ目上段。アナが来てくれてから明日で1年になる。記念日を心から祝うなんて本当に久しぶりだ。つくづく俺は人生に飽きていたらしい。何もかもが思い通りになることに飽き飽きして、そのくせ飽きていたことにも気がつかなかったんだ。けれどアナのおかげで何もかも変わった。不自由な暮らしがこんなに幸せになるなんて思わなかった。明日はいつものやつよりも高価な猫缶を買って帰ろう。ああ、そういえばいつの間にか、アナのご飯を力で調達しなくなっていた。アナが、そんなことをするな、と言っているような気がしてならないんだ。昔の俺が見たらひっくり返るだろうな。アナは今も俺の膝の上で喉を鳴らしている。なんて幸せなんだろう。編集中この記述の翌日に GOC の粛清作戦が実行されました。